あ、あ、あ、パパニニプケントフカイの、パニポニパパニプス。ちょっと長いバージョン。時刻は深夜1時を回りました。皆さん、こんばんは。どうも、溶けた松ぼっくり、ケントフカイです。 この番組はピン芸人で音楽プロデューサーもなんちゃってやってます僕ケントフカ谷が番組を通じてさらに音楽と向き合い新たな出会いと挑戦を繰り広げる正統派音楽番組でございます今回の意味はラジオネームぴょぴょさんからいただきました溶けた松ぼっくりいいところがないんですよねでなんか響きがねケントフ深谷、えー、刺さりました松ぼっくりに溶けたはい引き続き皆さんからの意味、えー、をお待ちしております なんですけれどもまあ今日はですねすねません今までね心地くさいゲストばっかで、はい、なんか正統派番組と言ってたのになんかちょっと裏切る形をしてまず申し訳ございません。今回はですね皆さん本当にボケとかなしで正統派音楽番組でございます一気に株上がります。 こちらの今東京で撮ってるんですけれどもだいたい4畳ぐらい4畳5畳ぐらいのほんと刑務所みたいなところで撮ってるんですそこに大物ゲストを呼んでえちょっと Z ードルのえ裏側とかを根掘り葉掘り聞けたらなと思います。X での番組実況感想は「ハッシュタグパニプス」「パニプス」でお待ちしております本本日ののゲゲススストトは本当にスペシャルゲストこの方です。 どうも、めいよです。こんにちは、こんばんは。来ました。めいよさん。<laughs> ありがとうございます。嬉しいです。すみません、こんな三畳ぐらいない、しかない刑務所みたいなところに呼んでしまって。<laughs> そう、なんか、すごいですね。はい、これドア開けたら、もうほぼ外みたいな感じになってて。<laughs> びっくりしました。せん本当に、こう牢獄と同じような大きさでやらさせてもらってるんですけれども。<laughs> なんと、今週のゲストは、はい、もう、超ヒットメーカー、ビートで遠いとか、何をやってもうまくいかないなどを。え作曲してます。名誉さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいです。なんか、この世界線は、なんか、考えられないですよ。昔と、か、思ったら、<laughs> その、名誉さんが目の前にいる。<laughs> で、まあ、この名誉さんがなぜいらっしゃるかといったらですね、はいあのー、僕がこれ主催してます ZEEDL というアイドルの中に、ねはい、いる浦井ちゃんと実は名誉さんがお友達で、はいえー、こちら ZEEDL の曲、まあ、もしかしたら友達だから名誉さん作ってくれるんじゃないかなっていうのでアドリブで、はい、あのお願いしたところも快くオ、OK、ケを。はい 作らせていただきました。ありがとうございます。ダリアマリアというね。ダリアマリア。まああの夏のドライブソングという。はいはい。なんですよ雨のドライブソングというちょっと変わったやつなんですけども。<laughs> 聞いたことないやつ。この、えー、約3ヶ月間もうずっと名誉さんにはいろいろあの Z ドル関わってもらったんですけど。はい、これ今の時点でどどうですか。正直どう思ってます Z ドルのこと。<laughs> 正直いやあのもともと浦井さんいるっていうので曲とかは聴かせていただいてたんですけど関わっていくうちにどんどん好きになっていくんですよねメンバーさんたちのこと本当ですか徐々に知れてくるというかどういう人なのかなみたいなことがちょっとずつ分かってきて何かなん当好きになっちゃってて。本当に これマジですか。じゃあちょっと一個意地悪なこと言っていいですか。はい。Z ドルのメンバー全員名前言えますか。はい。えっとスズ高見さん。あちょっとスーズ高見たらもうゴールですよ。あスズ高見来たらもう勝ちですわ。ちなみに後は聞いてもいいですか。えっと弁証が稲田さんとえっと日本の社長ケツさんとえっと真由里香の中谷さんと男性ブランコウライさん。 でとうございます <laughs> <っ>まさかスーズの高見が最初に出てくるとはちょっと今回のミュージックビデオが結構高見さんがだいぶなんかいけてたんでそうなんですよんかねみんな魔法にかかったかのごとく高見かっこいいとか言ってるんですけど、はい、そんなことないですからねシンプルおじさんですよ <laughs> まだバイトをしている。あの、はい、なんか あのシャワーかけられてるシーンのなんかオフショットみたいなや、はい、めっちゃ <laughs> めっちゃおもろかったですでやっぱこれがね「Z ドルクオリティだなと思うんですけど <laughs> あれホースなんですよあホース。ホースで上からかけてるんですけどホースが古すぎてみんな目が充血してるっていうあ<ー> <laughs> もうケツなんか真っ赤っかになって <laughs> あもう水が汚染されすぎてこれがね「Z ドルクオリティあららららあ MV も見てくださったんですねもちろんもちろんもちろんな,なんで先,なん先に見せてくれなかったのかなと思ってるくらい <laughs> すいませんすいませんこれは <laughs> 申し訳ございませんあのワンマンのトークライブで初披露したんですけど、はいはい、出来上がるのが本当に当日ぐらいのあそうだったんですね結構パツパツでなんとか完成したといった流れであれ数日前ですか MV 公開の はい、えー、もう本当ギリギリでしたもんね。ギリギリはい、間に合うか間に合わないかっていう,あそう結構ハンザー直樹みたいなことしてて、<laughs> <laughs> <laughs> で、はい、まあこの名誉さんダリアマリア作ってくださったんですけど、はい、この曲はどうどうでしたかね、そのどこが お気に入りとか、はい、なんかここ大変だったよとかなかあります？そういう話まだしたことなかったんで、そうですね。はい、すんごい細かいとこで言うと、いいですよ。こ、これ音楽番組なんですよ。あ、そっかそっか。生徒花を音楽番組で、そうですよね。あの細かいとこで言うと、こう A メロがやってきて、はい。なわと静かめな A メロが来て、はい。サビまでのその間に B メロ的な、はい。ああ、ねねねねねねのところがあるんですけど、はい。あれで本来 普通曲作ってたらもうちょいあとで C メロとして出てくるようなフレーズなんですよねおおい。あれをあえて1番の B メロとしてんか使っちゃうっていうなんかそこそういうちょっと音楽遊び的なこともちょっとしてるっていうところがプロデューサー何も気づかなかったこんなテクニックをやってくれてるのかっていうあと僕がすごいなと思ったのがはい あのなんでしょうねこのやっぱ僕たち音域が狭すぎるんで、はい、そのう歌える人たちが、はい、それをめっちゃうまく利用して店長とかもうまい感じでやってくださったじゃないですか。はいそれなんか、はい、あのこう僕そのリリースからジジョルのこと、はい、エゴサとかしてたんですけど、はい、それ結構言ってくれてる方がいて、はい、そのラスト旅前の、はい、下げ店長でですすよね、はい、そうですあれね。<laughs> これはね本当に名誉さんのテクニックというか一個色気が出たというかそこのねまあ詳しくは言わないんですよこれをやってるテクニックがありがたかってありがとうございます。これどうなんですかね僕本当に結構素人なんで難しいところだったんですけどやっぱちょっとお笑いチックな感じで本当は感想の部分がシンセサイザー入ってなかったじゃないですか。それを お笑いのためにこっちが曲を無視して「すいませんシンセサイザー入れてください」って言った時は正直どうでしたかね僕 <はい S 1> 的には結構あれですねあの曲作ってる時やっぱ一人ぼっちで作業することが多いんでなんかアイデアもらえることがはすごい嬉しくて。でまあジードルはやっぱ。 どっかで何かをしないといけないっていう縛りがあるじゃないですか。これまで。まあ今までね、はい、やってましたね。ダンスが丸かぶりするとか、ストーカーダンスとか、なんかそういうののあのポイントはいずれにせよてか、どこどこに何が入るかにせよ、何かは入れてもらいたいっていうか、アイデア欲しいなって思ってたんで、あ、そうきたかっていう。こんなに優しい人います？ 売れっ子ですよどんだけこんな優しいのですかね全全然全然嬉しい <laughs> で、まあ、結果シンセサイザーはなちゃんがやったんですけど、はい、なんかやっぱそこも結構評,評判がいいというか、はい、ありがたいことででその後にあのにキュキュってなって、はい、エンジンの、えーはい、音というかなんか車が出発しそうな音楽入れてくれてるじゃないですか。はい、あそこがすごく いいなっていうみんなでも言ってたんですけども、はい、そこが本当は今はドライブソングなんでそういう音にしてくれてるんですけど一、はい、個前に出来上がったやつは確か銃声だったじゃないですか、はい、そうですそうですそうですだからこれ危ないですよもしそのまま言ってたら高みが打たれてることになってますけど <laughs> <laughs> あまあ打たれる姿も見てみたかったけどでもここから大サビが普通に死んでるっていうことになるんで,んでる <laughs> もう歌も入らず歌も入らず,に <laughs> 入らずっていう新しい展開になってしまったんでそっちの方が面白かった面白さはそっちなんですけどもう意味わかんないですから途中で一人いなくなるっていうのがそう, <laughs> そうですね <はい S 1> もうドライブソングでもないですもはやは <い S 1> でもやっぱあそこ を一発でその僕が最初聞いた時に、はい、鉄砲も良かったんですけどドライブソングだからちょっとそっちの方面でか音変えてくれますかねって無理な質問したらすぐあれに1回で変えてくれたのが、はい、ガチでプロの人と仕事してんだなと思いました、ね、い,やいやいやいや全然 <laughs> もうだっね、はい、変,え変えたいものは変えたいですからいやー嬉しいですこれはでしかもメオさんはそのワンマン見に来てくださったじゃないですか、はい どうでしたワンマン？ワンマン良かったですね。<laughs> ワンマン良かったですよ。<laughs> 本当ですか？はいあのまず、はい、自分その知り合いの方のワンマンとか見るときって、はい、お客さんがどう楽しんでるかみたいなところを結構見る、はい、見てくれるんですよ、そういう角度で。はいはい。はい、まあもう楽曲に関してはもう初披露なんで、はい、まあいろいろうんあのそのね本人的には。 じゃゃやっちゃっちたなみたいなところとかあるのかなとかも思ったりはするんですけど、はい、やっぱもうファンの人の楽しみに生き方がすごくて確かにこんなね<笑>お笑いの感度が高くてでもちゃんとアイドルでしっかり曲も聴いてくれるしラブおじのウンマーであんなに盛り上がるのは、はい、もう異質ですから、ね、<笑>お,お笑いじゃなかったらゼロ笑いですから、ね、<笑>お笑いを知らないといや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 もう。 じゃ、あ名誉さんは、そう、ワンマンを見て、誰が一番輝いて見えました。はい、ああ、そうですね。はい。いいです。これはもう非決めなしで。これ迷いますね。あ、迷ってる。ちなみに、誰がいなくなりました。誰がいなくなりました。<laughs> まず、誰がいなくなりました。<laughs> 脱落者をてください。<laughs> めっちゃ意地悪じゃないですか<笑><笑>いや。これはもう大丈夫です。今後のためにもね、脱落者先にいとかないと。はい、まあ、やっぱ。 しょっぱなからちょっとやらかした浦井さんはっあ。あ、あ歌いちゃん消えた。<ょ> <laughs> あれはね、本当に一人チンプレーやってましたからね、はい。あれ本当に面白かったですね。一曲目でね、その最後の大サビ前、立ち位置を間違えて。えてその稲ちゃんがセンターだったんですけど、はい、な、あの。本当は半々に分からなくちゃいけなかったんですけど。はい、逆側に行ってしまったせいで、謎の三一っていう構図になって。<laughs> 中谷が間違えた感じに。はいはい。で。なってましたね。これ、なんか戻っていったら、これ、浦井ちゃんのキモいところが。やっぱ、口パクアイドルなのに。戻ってきて、中谷と恥ずかしいから、喋っちゃうっていう。あ、もう、これはダメですね。これ、ダメです。そうですね。脱落。自分が歌ってるパートなの、なんか、一刻動作みたいな感じ。普通に喋ってたんで。まあまあ、ライブでもね、遅れることも。はあるかもしれない。ですけも、やっぱ、こんな、この中では、脱落者は浦井ちゃん。はい、ちょっと。 ね、面白すぎました。これはもう大きなミスをしてるんで納得なんですよ。リアルなのは次なんですよ。リード脱落者名誉さんに一切はまらなかった。一切はまらなかった。はい。一切はまらなかった。言い方悪いですけれども、まあ上位ではない誰でしょうか。ああ、そうですね。い。いいですよ。まあ高見さん。よしよしよし。 ありがとうございますよしそんなことないですよ本当にいや大丈夫ですこればっかやっぱで、ね、今回高見がチヤホやされすぎたんですよ、はい、あそうなんですかそうですやっぱ MV とかでもなんか良かったとか、はい、そのワンマンとかで結構手とか振るっていう結構小賢しいことずっとしてたんであいつ、はい、だからそれであアイドルらしさって言われてたんですよこれハマってないの非常に嬉しいですもう一度言いますよしよしよしそんな声、まあ、まあ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  <laughs>

あそこでもうちょっと気持ちよさそうにしてくれてもいいなっていう。<laughs> リアルダメだし。<laughs> イナちゃん確かにあれはその <laughs> キーボードとか弾いてない人の手の感じでしたもんね。まあまあ,まあ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 。あれはどうなんですかこの最初最後にデレ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 デリって言ってなんかめっちゃ上のキーボード一個パーンってやるシンセサイザーで。<laughs> <laughs> あれそんなえそんなんえっ、ー、と三三パートぐらいあって。

していくぐらいの、もう、うーんって、やってほしいなっていう。<laughs> あ、で、ちょっとだけ、これからですよ。来年はちょっとシンセサイザーのところ、うまくやってほしいという。そうですね。そこだけ。これ、稲ちゃ、ん多分3位ですよね。そうなってくると。そうですね。はい。じゃ、一位が、これ、ちょっと待ってくださいよ。大波乱起こってます。中谷君とケ君、ケツくんが、今、けつくんが、ここに、いるのが、結構不思議ではならないんですけども。<laughs> では、すみません。一番良かった、名誉さんが心に残った第1位を教えてください。 はいよつドゥル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 ドルドルド中谷さんですね <laughs> すごい実力でモニター <laughs> 中谷優太 <laughs> 中谷さんは本当にねもうやっぱりっもうなんせ歌が上手ですねあやっぱ歌は歌レコーディングの時から言ってましたよね名誉さん、はい、中谷歌中谷さんい,いいですよねっていうのをよかった歌がやっぱ中谷の歌っていうのはそれ一般の 歌い手の人からしてもまあ結構上手いブルーに入ってくるんですかね、はい、入ってくるんじゃないですかねすごいでもなん、あいつ歌うまいですけど、はい、なんかムカつく声もしてませんなんかわかんないですけどなんかエセジャニーズみたいな声をしてるというか <laughs> なんかちょっと思ったらはい、はい、なんでこいつこんな歌声いいんだっていう <laughs> だってそそれこそがもう グループだからいいのか僕が悪いところ見過ぎてましたでも中谷って本当に器用でまだ一個出してない武器あるんですけどあいつバク転できるんですよこれえそうなんですよリードル5曲出してるんですけどまだこの秘密兵器取ってるんですよ中谷バク転っていうこれえぐい能力ですうわすごいですね 元身体操部なんであ,なんあいつバク転できるんですよあめっちゃもう万能なんですねはいでも一回あのハンバーガーショップの営業でまよりかネタ前にやるんですけど、はい、えとその頃はバク転じゃなくてまだバク中ができたんですよあもう手も使わないで本当に一回転するバク中をしたんですけどハンバーガーショップが狭すぎてあの頭から落ちてしまってあらあの この頭皮をあのハ針ぐらい縫う、えー、結構血だらけになるんですけども、はい、血だらけのまま10分間ネタやってました、えー、<laughs> そんなガッツあるんですよあいつあおぞましいですねハンバーガーショップで血だらけで漫画をすると結構ハンバーガーショップではいああよく、ね、あそんなガッツやつが1位でも、はい、1> ケツくんが2位っていうのはかなり上位なんですけどどこが響きましたケツさんは、はい、あの まあずっとステージ上でてこうなんか頑張ってるんだけどずっとちょっとヘラヘラし,した感じがまああのヘラヘラって言ったらあれですけどあのなんかニコニコですよねしててでお客さんはケツさんがちょっとこう目立つ瞬間になんか。 ふふみたんかその会場の空気を完全に作ってたのが今ケツさんだったんじゃないかなっていうあれケツの髪型はどうでした?「ハンターハンター」のゴンみたいな髪型でしたけどはい「ハンターハンター」の髪型は誰が良かったんですか結構今回みんな個性派でケツはあの髪型で浦井ちゃんはほんリーガルハイみたいな感じで中谷はんか謎の鶏みたいな感じナちゃんはツインテールえータカミは 後までり込み入あガッツでいったら高見さんですよね。でも反り込みを入れてるというかないところを色塗ってるっていう新しい手法えあいつすごいんか中谷みたいなリアクションしてくれますね名誉さん。えっていうのが一瞬中谷の m ワ1かと思ったらえっていうのが高見はここを0ミリで買ってるんですよ。ってててる部分を色塗ミリぐらいにし あの剃り込みを反り上げっていう感じですかね。込みじゃなくて。どういうことですか。まあちょっとね、これ説明難くなるんで。大丈夫です。それなしで、誰が一番良かったか。髪型部門。ああ、そうですね。第一位のみで大丈夫です。第一。稲田さんですね。ああ、やっぱ良かった。稲ちゃん、良かったです。稲田さん、めちゃくちゃ良かったですね。美しいですね。なんか稲田ちゃん、だいぶこの衣装とかも相まって。だいぶ綺麗になってて、評判も良かったです。なんか。いや、もう。 多分稲ちゃんも悪い気はしてないと思います。<laughs> <laughs> あんなええー、ねんええー、ねんとか言ってますよ絶対悪い気はしてない感じでいやもうファンの皆さんのツイートとか見ても、はい、やっぱみんなす,すごい可愛いみたいな綺麗に。かったでやっぱり、まあ、この本当に無茶ぶりで曲作ってもらったんですけどメオ、はい、さんこれやってみていかがだったでしょうか、ね、トータルでトータルで、はい、いやもう楽しかったですね嬉しい。 とにかく楽しかった関われて嬉しいここだけ切り抜いてほしいここだけも切り抜いて出してほしいぐらい嬉しいあとあのワンマンのはいその挨拶させていただいたじゃないですか最後こんなこちらが挨拶する側なんですよあれの時にあの振り付けの方がいらっしゃってその方が後々 D M をくださったんですけどあのすごいあの曲よ良かったですってもちろん言ってくれたくださったんですけどなんかその僕の結構ガチファン っぽいツイートを見てファンなんですねみたいなうファン同士みたいあなたたちが作り上げてるアイドルですからそんなか私もオタクでみたいな感じの DM くださってでもラネットっていう振り付けの人なんですけどもうさっき TikTok でバズってはいもうだからバズってないのはズイドルだけですただのキモいおじさん集団に成り下がってますからいやめちゃくちゃいいと思うんですけどね 今回、はい、エゴサ僕も結構したんですけど、はい、もう曲しかないっすあっピがピはマジでなくてでで、まあ、今までもないんですけど特に三があって、はい、で名誉さんのファンの方もき結構聞いてくれたりして、はい、名誉さん入りで聞いてくれたけど良、はい、かったっていう人も結構いたのであいです、ね、それはもうマジで嬉しくてその名誉さんのファンが一 <laughs> たこっちはねもう 侮辱行為のごとくただおじさんでお願いしますって言ってるだけだから <laughs> いやだからそれでもやっぱめ尾さんのファンの方も優しい方ばっかだったしいやいやいや今のところハッピーエンドっていう感じで,エン,感じでエンド終わらないでほしいまあいや終わらないでこれからもまたね来年再 <laughs>、ね、来年とかもぜひ一緒に何かしら面白いことをやれたらなと僕は思ってますのではい。 ということでなんでもお時間あらららら早いいっぱい杯一杯になって早かったんですよもう本当にありがとうございましたありがとうございます本当にもう青春でございました青春名誉さんのおかげですいません訂正します肝青春でしたありがとうございますなんか本当にねやりとりも面楽しかったですもんねなん多分今までではあまりないような角度が多かったですよねあのお笑い的な部分とかああそうですねもうなんか変えてくださいとかこうこうしたら面白くなる じゃないです、そんなのないっすもんね、音楽に。そうですね、はい、でも意外、意外とって言ったらあれですけど。マジで音楽プロデューサーだなって思う瞬間がすごいたくさんありました。すみません、延長します。すみません、今と延長します。ちょっとそれも聞きたい。それも違う。僕の。は詞など、そこら辺はいかがだったですか。いや、これね、本当なんですけど、作詞。めっちゃすごいと思って。ええ。はい。僕、あの。 そのまあざっくりしたメロディーをまず送って、はい、そこに詩をつけて頂い,いてっていう感じでこうつけていただいたじゃないですか。はい、であのもちろんそのちょっとハマり悪いなみたいな、はい、僕の好み的なところが大きいんですけど、はいはい、そういうところをまあ僕だったらこうするなみたいなこうアイデア出しをこう一緒にしていったみたいな感じで作っていったんですけどやっぱみ皆さんも言ってるんですけどやっぱだらしめですよね。 <laughs> あまりない日本語ですもんね。はい、だらしめが。はい。あの、あ、すごいなと思って。え。風あざみ状態ですよね。うわ。<風> <laughs> えー、並んだ。並んでるかもしれないですね。あの名曲に風あざみ状態ですか。だらしめが。はい。嬉しいな。なんか。 その明誉さんも、はい、まあ歌詞を送って正直一番緊張したんですよこう最初に歌詞を送ったところが。はい、正直こっちはまあ素人ですしそのプロの方に曲をあ作詞を渡した時が緊張したんですけど、はい、それの返答が。 もう優しすぎて「ああめっちゃいいです」とか言ってくれたので、はい、もうさらにこっちがヒートアップというかあも,うもっといけるも,もっといけるだから乗せるのもうまいのよこの人はいやいやそこでなんかちょっと落としちゃうような人はいやそれはプロですからそこは全然落とされて当然だと思ったんですけどもうまく乗せてくれたりとかしてじゃあ1位は「だらしめ」っていうことで。そうですねもう歌のの中のやっぱ、はい ポイントとししてはやっぱだらしめだったたいでも先ほども言ってた通りこの当てはめる作業なんで、はい、僕はこの言い方しかないっていうのがあったんですけども、はい、名誉さんが違う角度でこうやって出してくれてあ全然こっちの方がいいなとかあ こういう感じの方が気持ちいいんだとかあったんで、<ー>なんか視野を広げる作業というか、あれも新しくて楽しかったですね。あ、ありがとうございます。それで今これプロデューサーとなんかこの作曲家の会話してますよね。ねい、してますよ。すね、これは完全に音楽番組です。はい、こちらがパニーポニパパニブです、ね。皆さん、音楽番組です。<laughs> はい、はい。ということでそんな楽曲をお届けしたいと思います。はい、Z ドルでダリアマリア。お送りしたのは Z ドルでダリアマリアでした。 我ながらいい曲です。いやね、ありがとうございます。はい、詳しくはラフピースミュージックのサイトをチェックしてください。ということで、最後に今週のマジで耳に残らない意味わからん歌。はい、こちらですね。はい、実は僕、あのう、ー、作詞だけじゃなくて、作曲も行ってまして。はい。それが意味わからん歌っていうのをやってるんですけども。はい、これはすみません、正直ご存知ですか。あ、知って、知ってます。知って,知ってるんですか。どこで。 どこで知ってくれたこれはもうさまざまなところで話題,話題にはなってないんですよ。何 <laughs> で何で名誉さんの周りで意味わからん歌が。<laughs> まあでもねこれはあのずっと作っててほんとに耳に残らない歌を作ってまして。 15曲連続リリースっていう倖田來未さんと同じことをしてまして倖 <laughs>、はい、田來未さんはいでそれがコロナ禍ぐらいにやってたんですね <laughs>、はい、でそれをまた最近復活しましてあの曲を出してるんですけども、はい、でこの曲をやっててその中で一番いい曲を、はい、なんかあのうますさんにちょっと編曲してもらってちょっと曲出せれたらなと思ってましてで今最近出てる「あのー ゲストの方には新曲を聴いてるんですけども、はい、今日は名誉さんなんで、はい、今までで作った中で僕が一番自信のある曲をちょっと聴いてもらってどうかっていう、はい、じゃあタイトル言っていいですか、はい、タイトルは草草草ですこれね本当に名誉さんには絶対ない角度なんですけど「はい甲州」はい、い講習と書いて草講習「草甲州」。 <laughs> なんですけれど、ね、も <laughs>、はいまあ、とりあえず聞いてもらってう、ね、う大体あのー、30秒ぐらいなので、はい、すぐ終わりますのであわかりましたではいきたいと思います、はい、草講習どうぞあまたの男狙い撃ちずっキゅん一目惚れ草講習需要と供給握手する <laughs> 月おオアギリライフセーバーギリ月おオアギリモデルギリ 好きオ草需要と供給<っ>クロスのみわし今年のトレンド<っ>草講習 <laughs> でも自分で臭いと思ったらチョウザメの世界観ワン・ツー・スリー草講習 <laughs> あ,さあ講習でございました。なるほど。すみません、ちょっと一箇所気になったんですけども、はい、思わずあっという声が出たんですけれども。<laughs> すみません、ちょっとあって言っちゃいました、はい。どうでしたか。もう正直思った感想で大丈夫です。正直ですよね。はい、え意味わかんないなと思いました。<laughs> <laughs> よかった正常でございました。よかった。 草州っていう曲でいつもこのゲストの人に酷評されるんですよもうやめちまえこんなんで時間の無駄だとか言われるんですけれど僕はこれをずっとやってて毎回これを SNS に上げるとフォロワーが減るんですよじゃあやめた方がいい可能性もいやでも僕は名誉さんと馬さんの力を借りてこれを曲にしたいんですよななんんかか自分までですするることとにっっってていいつの間た言くれやもうね 全面協力にしなくてもいつか相談とかしたいんですけど <laughs> もぜひぜひぜひどうでしたこれ草講習いやこの、はい、まずその曲というか、はい、こ耳に残らないっていうところが、はい、音楽としてどうなのかっていう <laughs> そのよくなっても耳に残らないんじゃしょうがないんじゃないかっていう <laughs> タイトル変えた方が良さそうですね<笑><笑>その自らい耳に残らないって言っちゃってるせいで、はい、そっっちちミスリードしちゃってますよねなんかちょっと、ねはい、もったいない気もするんですけどまま <laughs> まあまあまあ、まあ、これ名誉さんがこのこれ正直もう15曲ぐらい最近でも,も曲作って20曲ぐらいあるんですけど、はい、これを今はマジで耳に残らない意味わからん歌ってきてるんですけど、はい、名誉さんだったらこれジャンルど,どういう。 カテゴリーにします、これタイトルつけるとしたら。あ<ー>あー、すみません、ちょっと無茶振りみたいになっちゃってるんですけど。カペカ、ケイカラーメンみたいな、ちょ三回。はい、三回は食べてくださ。てああ、はい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 。<の>まあ、そうですね、その一回じゃわからない。まあ、はい、一回じゃわからない、二回目も。はい。 う,ーんうんっていう感じで3回目で急に耳に残る確かにそれいいかもしれないです三3回目で急に耳に残る歌みたいな感じでいってあそれなんかちょっとうまくもじって <laughs> はい。 やってこれは名誉さんがタイトルつけましたって言いますわやだないやいいけどいやいやありがとうございますそんな感じですかねちなみにこれ今エンディングなんですけどもずっとこの喋ってられた裏草講習エンドで草講習草講習ってあの臭い口臭いですもんねそうですあめっちゃそれのいいですね BKB と同じシステムをってますバイクと同じシステムをってまそうなんですはい。ということで皆さん草講習ありがとうございました はい、なるほど、番組では、皆さんからのメッセージもお待ちしております。はい、メッセージは f m エ大阪のホームページトップにあります。リクエストから、この番組を選んで送ってください。また、各スポットキャストでは、過去の放送を聞くことができますので、ぜひチェックの方、よろしくお願いします。めおさん、本当ありがとうございました。ありがとうございました。こんな謎ラジオ、そして、このきもムーブメント乗っかってくれて。はい、僕はじめ、ズイードル、そして、そのお客さん、ファンの方も、本当に嬉しかったので、ありがとうございます。ありがとうございます。また、ぜひ、どこかで力を貸してください。もちろんです。以上、ケント深谷と。 名誉でしたスタートは「LIFESAVER」「ギリ」「ーオアー」<See you. S 2> ーー「リースキーオリ」「モデル」リー「リリ」「ーオア」「リリ」「草甲州」「ー。需要と供給」「クロスのみ」「わし」「今年のトレンド」「草甲州」でも自分で臭いと思ったらヒョウザメの世界かワン・ツー・スリー「草甲州」